この間、えー、バッカンの、なんだろう、使い終わったルアーを置くお助けトレーネタやったんですけど、えー、タカ高ギで、これを、ここにこう、かけた状態で使ったら、リリーサーがここに引っかかって、ブワーンブワーンってなったんです。なもんで、ちょっと、良くないなと。 ということで、とりあえず、外れない、落ちないようにするには、どうしたらいいかなってことで、まあ、ディスプラウトバッカンは、ここに、こういうのがね、いっぱいあって、便利なんですけど、ここの2か所を流用するやり方を、ちょっとまた試してみようかなと。今見たように、とりあえず、 もしこうバーンってなったら多分中身は出てくでしょう。落ちるでしょう。しかし、なんとか、カゴは、トレイはここに残ってくれると。まあ、基本バーンってバーンってやらなきゃいいだけなんですけど、まあ、なった時にやっぱこれが落ちちゃうのは良くないんで、うん。まあとりあえずこれで、このパターンもちょっと。 しばらく試してみようかな。で、多分ここにリリーサーが引っかかるんですよね、こう。うん。あのリリーサー側を引っかからないような、なんか磁石でこう貼り付けて、こうリリーサーが下向きじゃなくて上向きになるっていうやつを最近見せてもらったことがあるんですけど、あれやっとけばここにリリーサーが引っかかることは多分ないなぁとは思うんですけどね。まあ、ちょっとこれでしばらく試してみよう。 今は乾かし中です。まあ、あ特に乾いてるけど、放置プレイです。明日お片たしして、大崎用の準備を多分します。あ、ちなみにここの、ここは、ただ引っ掛けてるだけだったらもちろん落っこっちゃうんで、これもダイソーで売ってるんで、縛るやつ。青とか赤とか、色々は色もあるんで好きな色買って、ここに、 両方縛り付けておけば、まあ、まあ、究極はこうですよね。まあ、中のビニールは出ちゃうけど、中のルファーも多分飛びを飛び出してくるとは思いますけど、まあこんな感じで行ってみようかなと。